ビル・スカルスガルドはスウェーデン出身の俳優。ビル・スカルスゲールドとも表記される。なお、スカースガードのは、おの音で、スカーシュゴードと発音する。しかし、日本では、スカルスガルドと表記されることが多い。スウェーデンのストックホルムで生まれる。父は、名優ステラン・スカルスガルド。兄のアレクサンダーとグスタフ。弟のバルターも俳優。妹のエイヤは、モドモデル。 2000年映画ホワイトウォーターフューリーで長編映画デビュー。本作には兄のアレクサンダーも出演。2008年映画アーアンコーの騎士団パート2愛と戦いの果てにで父のステランと兄のグスタフと共演。2009年ストックホルムの名門校ソードララテンギムナジウムを卒業後本格的に俳優活動を開始。2010年 主演映画、シンプル・シモンで第46回ゴールデン・ビートル賞の主演男優賞第32回ヤング・アーティスト・アワードにノミネートされた。また、本作は第83回アカデミー賞外国語映画賞のスウェーデン代表に選出。2012年映画、シーモンと多くの木で第62回ベルリン国際映画祭でヨーロッパの期待の若手俳優に贈られる。 シューティングスター賞を受賞。2016年、映画、ダイバー・ジェント・ファイナルで、ハリウッドデビュー。2017年、映画、IT、IT、それが見えたら、終わり。で、ペニー・ワイズを熱演。2018年10月、交際しているスウェーデンの女優、アリガ・モルベルとの間に女ジ児ジが誕生した。ありがとうございます。